関羽が打った囲碁ってどんなものだったの？小説三国志演義に肘に毒矢を受けた関羽が名医肩の治療を受ける場面があります。腕を柱に縛り付けて治療するという肩に対して関羽はそれを無用と断って、手術の間中馬良を相手に囲碁を打ち続けたといいます。非常に印象的な場面の一つですが、個人的にはこの時関羽が打っていた囲碁がどのようなものだったのかとても興味を覚えます。果たして三国時代の囲碁とはどのようなものだったのでしょうか。春秋戦国時代には成立していた囲碁。囲碁は古代中国を起源とするボードゲームの一つで、世界三大棋類の一つとされています。明確な起源は不明ですが、元は占星術に用いた道具が変化し対戦型のゲームになったのではないかという説もあるようです。白と黒の碁石を碁盤と呼ばれる盤面上の格子に交互に打っていき、より広い範囲を囲うことを競うという囲碁のルール、それ自体は春秋戦国時代には確立されていたようです。現代の囲碁は 19×19 の格子、19道361路の碁盤上で対戦しますが、中国前漢時代の囲碁は 17×17、 17道289路であったことが判明しています。三国時代の囲碁もこれに準ずるものであったと考えられます。さらに古い時代には 9×9 の碁盤が用いられていました。現代の囲碁との最大の違いは碁石の形でしょう。三国時代、碁石は丸ではなく四角であったとされています。ギャンブルから兵法を学ぶ遊具への変化。前漢から三国時代にかけて囲碁は主に博打を行うためのゲームとして流行していました。この時代、囲碁と並んで博打に使われていたゲームにサイコロを使ってプレイする六白というものがありました。前漢の時代には知力を使って遊ぶ囲碁よりも運頼りの六白の方が人気がありましたが、時代を経るにつれ囲碁は兵法に通じるものがあると考えられるようになり、重視されていくようになります。中国といったら麻雀じゃないの？余談になりますが、中国発祥の賭け事に用いられるゲームとして多くの方がまず連想されるのは麻雀だと思いますが、麻雀の発祥は清の時代、1860年代から1870年代のこととされ、囲碁よりもはるかに新しいゲームです。曹操や孫策もたしなんだ囲碁。兵法に通じるとされた囲碁は三国時代においては武将のたしなみとして広く普及していました。曹操をはじめとする三国志に登場する多くの武将が囲碁に興じていました。正史三国志にも囲碁にまつわるエピソードがたびたび登場します。呉に仕えていた呂範は主君である孫策と囲碁を打ちながら軍務を論じ、魏に仕えていた王さんは他人同士が対局していた囲碁の盤面がめちゃくちゃになってしまった時、言っても間違えることなく再現してみせたといいます。三国時代と現代の私たちをつないでくれる囲碁。碁盤に向かい五目並べをしながら三国志に思いを馳せるというのも一興かもしれません。